エゾバフンウニは、オーバフンウニ科に属するウニの一種。北海道周辺の冷涼な沿岸に生息し、食用とされる。各径 5cm、各高 3cm 程度になる中型のウニ。トゲチョウは 0.8cm 程度。一般的に、茶褐色から赤褐色だが、色彩変異が大きく、暗緑色を帯びることもある。 同化別属のバフウニに似るが、不帯板の穴体数は5であることで区別できる。日本近海、北海道沿岸から太平洋側では、相模湾、日本海側は山口県まで分布する。また、中国北部、ロシア沿海州から朝鮮半島に分布する。沿岸部の長官帯から長官帯に普通に分布する。繁殖期は場所によって異なり、 北海道の日本海沿岸では9月から10月、日高地方伊東では6月から10月、噴火湾と南部太平洋沿岸では5月から7月と8月から10月の2回となる。食生は雑食であり、昆布等の海藻のほか、動物の死骸等も食べる。寿命は6年から10年程度。生殖船が食用となる。日本で最も漁獲量が多いウニ。 地域ごとにより繁殖期が異なるため、ほぼ通年で漁獲期が存在する。一般に動物性の餌を与えた個体は、成長が早いが、アミノ酸のバリンが蓄積される影響で苦味を呈することがある。一方、長昆布、青砂糖の海藻類を食事とした個体の方が微味となる傾向がある。日本での主産地は、北海道であるが、韓国。 ロシア園海州でも漁獲され、主に日本に輸出される。生ウニとして、新鮮なものを生殖するほか、塩造した、使用に、生ウニを貝殻に詰めて蒸した無臭ウニ等、高級食材として利用される。資源保護のため種苗生産、放流が行われており、各地で漁期が設定されている。北海道南部沿岸におけるエゾバフンウニと、 北紫ウニ浮遊要請の出現と産卵期、北海道立水産試験条件究報告1989年9月33号、P9 から20エゾバフンウニの生殖層の発達に、及ぼす北海道東部海域に算する海藻と、休時期間の影響、水産増殖2012年9月60巻3号、P323 から331、 ありがとうございます。